それでは表題の論文について勝田が発表します。今回の内容は、言い換え文の埋め込みを学習するためのモデルを提案していて、で言い換えコーパスを必要としない方法で、大訳コーパスから直接学習するというようなものです。で、今回、ニューラルモデルとかを使わずに、最先端の成果を出していて、かつ高速で、バイリンガルタスクにも適用できるっていうような結果です。はい、イントロダクションで分類自動は、基本今までは言い換えフレーズのデータセットから学習したり、バイリンガルから、疑似的に言い換えデータセットを作って、学習するみたいな流れがあるんですけど、今回はそういうステップを踏まずに、もう直接バイテキストで、学習するっていうようなモデルを作っています。で学習の目的関数になるんですけど、赤く囲ってあるやつところが、メインの式になっていて、ざっくりと言うと、本来のトレインデータの訳との類似度っていうのを、ネガティブサンプリングで適当に取ってきた分よりも、そのマージン以上に近づけるっていうような、学習を行っています。で今回はその文のセンテンスエンコーダーというところをちょっといろいろと試すんですけど、とりあえずネガティブサンプリングにおいては、今回はこの筆者らのメガバッチングっていうもので、より大きいバッチから困難なネガティブサンプリングフレーっていうのを取ろうということを行っています。でエンコーダーについては、今回は、センテンスピースのサブワードの平均と文字トライグラムの平均と単語の平均と、ニューラルモデルの比較として LSTM センテンスピースで分割して入力する LSTM を使って実験をしています。はいで実験なんですけど、まず並列のパラレルコーパスと、逆翻訳で、単一言語のパラレルコーパスにしたもので学習して、さっきのモデルの比較を行うのと、その後に良かったやつに対してセマンティックのクロスリンガルタスクで精度を比較するっていうようなことを行います。で結果なんですけど、純粋に、さっきの4つのエンコーダーで比較した時に、バックトランスレーションで英語と英語の、パラレルコーパスを作って学習させた場合っていうのが、トライグラムがよかったっていうので。全体の傾向としては、まず、センテンスピースだけを使った場合以外っていうのは、英語と英語でやっているのがよくて、で同じ規模の、多言語のコーパスから学習しようとすると、ちょっと精度が下がるみたいなことがあるんですけど。それがこの筆者ら的には、英語の数がそもそも英語と英語だと倍の文章がトレイにあるから、学習データがそもそも規模として違うんじゃないかっていうことで、一応その倍の数で実際に試した時に同程度の精度を達成するけど、センテンスピースにおいては向上が見られて、一番良いモデルだというふうな感じに述べています。すみません、ちょっと全体のあれが隠れてしまってるんですけど、従来の深層学習で、これが実際にセンテンスピースとその次、STS で試している結果なんですけど、ここで見てみると、その従来のニューラルを使うモデルよりも、今回のセンテンスピースで学習させたモデルっていうのが、精度が高いっていうふうになっています。で、上の方の、ちょっとランダムで比較している部分があるんですけど、その場合だと、センテンスピースよりただトライグラムで単語の一致を見るような場合が強い傾向にあるっていうので、まあ、純粋にこう学習する上でセンテンスピースがまあ逆転し精度を逆転するみたいな、そういうふうな考察をしています。でまあ、その他に、まあ、マイニングっていうので、異なる各言語間の大規模なコーパスから、まあ、正しい大訳コーパスの抽出をするみたいなタスクをやるんですけど、まあ、それにおいてもセンテンスピースがの、まあ、平均を取るっていう学習の仕方が、まあ、強いっていう傾向があって。でまあ、今回、まあ、ニューラルとかは用いていないので、従来の手法において比較的かなりスピードのエンコーダーのスピードは速いです。はい、であと、まあ、簡単に考察なんですけど分析なんですけど、どういう言語同士でまあどういう言語間の倍テキストを学習に用いるとまあ精度がいいかみたいなことをまあ分析していて、今回の場合だとまあ横軸っていうのがセンテンスピースでのオーバーラップの割合を出していて、まあ、やっぱり単語間での共有があるとその分精度は高いような傾向にあるということと、あと一応その。言語間での、まあ、距離っていうのを一応指標に用いていて、まあ、その間でも、まあ、精度に相関が見られるっていうようなことが、まあ、示されています。で、まあ、まとめなんですけど、今回はそのバイテキストから直接学習するというモデルを提案して、まあ、ピボットや逆翻訳を使用しないで、まあ、横断的に学習できるモデルを、はい、提案しています。で、まあ、従来よりも圧倒的に速いモデルであるということを、まあ、示しています。以上で終わります。